こんばんは。そしておはようございます。毎週土曜日は0時からちょっと懐かしいがんをご紹介しています。今回はマルシン工業のモデルガン、ワルサー P38 ミリタリーのエクセレントヘビーウェイト、ご紹介したいと思います。ちょっとね、なんかの動画でね、ゲストで出した記憶はあるんですけれども、単体の紹介は初めてとなります。はい、このモデルね、1980年頃にね発売されたワルサー P38、このね、80年までいかない、70何年かな、はい、疑似ショートリコイルが再現されたね、プラスチックのモデルガンね、金属モデルガンね、CMC 製、中田製、MGC 製、これはね、あの多乳アクションと言われるスライドアクションでしたけれども、それらが消えた後ね、もう待ってましたとばかりに登場したね、ワルサー P38 シリーズ、非常にね、画期的なプラグファイヤーカートリッジと、それとこの疑似ショートリコイルですね。はい、でさらにですね、ちゃんと発火してもね、ある程度とはかなり快調に動くということもあって、21世紀になっても生産され続けたモデルですね。残念ながらね、センターファイヤー化ということをね、画策、されていたはずなんですけれども、それが叶わないままね、どうも金型の方がね、ダメになってしまったみたいな話をね、コメントで伺ったことあります。私はそういう情報を知りません。ただもうなんか廃盤らしいということで、残念ながらもう目にかかることはできないということになりますね、新しいものにはね。で、これは、そのワルサー P38 シリーズの、まあかなり後の方ですね。私はこれね、21世紀になってから買ったような記憶があるんですよね。まあ、1990年代後半か、21世紀になってから購入したものだと思います。はいね、材質がこのエクセレントヘビーウェイトっていうね、独特のね、色合いの、まあでもこういう軍用銃にはこの色合いは非常に似合いますよね。モデルガンですから、しっかりとインサートも入っております。こういう感じでね、このメカメカしいね、前面から見たスライドとフレームとバレルのね、基部の組み合わせ、特徴的ですね。なんかこの色見てるとね、 LS のプロモデルをね、思い出しますね。で、特徴的なね、このガバッとね、えぐれたね、まあベレッタもそうですけれどもね、あとはこの U ノッチのね、サイトのね、見やすさね。でハンマーを起こしてみると、ここはね、ファイアリングブロックとかプレートとか言われていますけれどもね、ピンでね、ポンとね、インナーを叩く方式じゃなくって、面でね、カート全体を前に押して、バレルの中のファイアリングピンで、プラグをね、押し込んで、そうするとプラグファイヤーカートリッジの中にあるファイアリングピンで発火するという方式でしたね。初期の頃はね、閉鎖系のね、プラグファイヤーカートリッジもね、紙火薬仕様でしたよね。でやがてね、すぐにキャップに変わりましたけども、キャップ火薬にね。このね、グリップの小豆色のやつがね、結構いいですね。気に入ってます、私は。はい、パッケージはね、こういう感じのものですね。で、お値段はなんとこんなもんですね。でこれね、このシールでね、あそこだと思われるかもしれないですけどもね、私はね、はい、羽田空港の近くの某駅から歩いて行けるショップさんで買ったようなね、気がするんですよね。羽田空港の近くの駅ですよね、 JR のね、最寄り駅のね。で中身はこんなのが入ってますね。でなんかこんなの買ってますね、予備カートね。結局発火方式が変わらなかったから、最後までカートも変わらなかったはずですよね。ただこのパッケージはもうどうだったんだろうね。このマーク見てください、このマルシンの馬蹄のマークね、可愛いですよね。なんかプロっぽいというかね、やっぱりあの MGC の昔のカートもそうですけどね、とこう箱に入ってるとね、付加価値は高いですね。で、プラグファイヤーカートリッジの中身もね、ちょっとついでに開けちゃいます。あと箱に入ってるのはカートリッジのこの刺さるやり方ってのがね、
もう昭和のモデルガンからのこの踏襲ですよね。 MGC はこれが一切なくてカート別売りっていう形でなってましたけども、他のメーカーさんはほとんどがこうやってカートがね大事そうにね、ケースっていうか、まあパッケージのね、中箱に刺さっているようなのが多かったですね。これ全体赤く塗ってあるところにスパスパってす、ただね発火すると結局黒くなっちゃってね、ここも汚れてくるんでねっていうとこもありましたね。ほんとカートが大事でしたよね、一発一発がね。でちょっとねプラグファイヤーカートの中も見てみましょう、ね、こんな感じでね、キュッ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 、現在のねあの田中さんなんかと内部発火方式に比べると非常にシンプルです。これがファイアリングピンですね。これがプラグですね。結局、このプラグのまずプラグを入れて、で ここにね火薬をキュッと詰めてね、こういう感じでねキュッと詰めて、はい、で火薬はこっち向いてるわけですね。で、このファイアリングピンに対して少し距離を置いたところに火薬がいると、でそれがフロントバレルの中のファイアリングピン、カートが押されるとそれでビュッと突かれることで火薬をグワッと火薬ごとねこのピンに叩きつけるわけですね。で発火するという方式でしたね。このプラグファイヤーカートを生かしてP38 の後はハイパワーか、まあ先だったかな、ちょっとその辺、あとですねハイパワーと、それからいろんな各種モデルガンキットにもなった PPKS であるとか、あとブローニング1910であるとか、あと M84 ですね、こういった感じでどんどん展開していくんですね。さらには長物もねシュマイザーとかね、あとウーズィーとかね、どん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 ね展開していったという記憶があります、はい、でこの、インジケーターもライブですね、ちゃんとね。ちょっと装填してみましょうか。でサイズ、あそうだマガジンですね、マガジンこの綺麗なねこうマガジンですけど、ちょっと手でベタベタ触っちゃってるんですけどもね、大丈夫かなと、材質的にパキンとくっつきますか、これスチールですね。でも表面これメッキですかね、これすんごい綺麗ですよね。少しね装填廃墟なんかも遊んでみましょうか。マガジンのサイズはね、これは少し幅が短いんでしたっけ、ここがね。ですからダミーカートとかはね余っちゃって入らないですね。これ多分カート装填するの初めてじゃないかと思います完全にね保存用として購入しましたんでね、ちょっとねやってみましょう。ほら、あら今ねカートが上がってきてなかったですね。はい、初装填でね上がっちゃったのかもしれないですね。見てください、この突き出たインジケーター、これが欲しいんです。はい、間に合う、これ本当にねいいんだよな。はい、で打ちます、パンね。でもう一回出るかな、おお出た出た出た、出る方は勢いがいいですね。お、これも入りましたね、かなりちゃんとね2発目からは収まりました失礼ね、はい、で一応ねデコッキングもちゃんとできるんですけれども、ちょっとねやわなやり方させていただいて、こういう感じでねちゃんとデコッキングもできますね、装填されてる状態、しかもねこれでねセーフティーが効いてるから、これで実際打つ時にはバチャッと親指でキチャッと上げてダブルアクションで起こせばハンマーが起きてバチンと打って、でバーンといかん玉切れだっていうわけですね。このホールドオープンした姿はもうたまらないの一言です、私にとっては。もうメカ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 と、ベレッタのね M9 系のガバッと開くのもそれは素晴らしいんですけれども、やっぱりね悪さのねこのバレルのあたりとかのね友ずれにしているメカメカしい部分ですね、これがたまらないですね。でちょっとね取説とかも見てみましょうか。
とまずね、パッと目につくのがこのねワルサー P38 エクセレントヘビーウェイトのね部品ですね、はい、さっきの本体の 12,800円も非常に安かったなと思いますけれども、このパーツ見ても全然安いですよね。なんか昔こういうその主要部分のパーツだけ妙に高いメーカーさんとかありましたよね。出してないですけれども、ご愛用者カードですね。何を書くんだろうこれ。職業とかも書くんですね、ちゃんとね。うん。まあ登録制になるっていう可能性もあるのかもしれないですね。先般のね、今週のあの昭和改装でもお話ししましたけれどもね。なんかね、考えたくないですけれども、まあ、規制がね、いつどういう形で来るのか。もしあるとしたら次は例えば登録制とかそういうのもありえるのかななんて思いますね。私は全然構わないですけれどもね。ただ、まあ、現実的にそれはちょっと事務処理の問題で難しいでしょうっていうことで、免許制とかね、ね、こんな感じでパーツリストこんな感じです。これはノーマルな P38 の、取説ですね。このぐらい、このぐらいの時期だからもしかしたら違うのかな。でもエクセレントヘビーウェイトとか書いてないですからね。最初にね、プラグファイヤーカートリッジの取り扱いが書いてあって、これが操作ですね。で分解方法と組み立て方法と感じですね。まあ、マルシンさんのね、取説の場合ね、キットモデルなんかだと非常に細かく書かれているんでね、完成品にもついてきてた時期がありましたよね。これってキットってあったんでしたっけ。私はこれのキットは持ってなかった、全部完成品で買ってたような気がするんで、なんかキットはなかったような気がするんだよな。私が知らないだけかももちろん知れませんけれどもね、私の記憶にはないですね。で一応このエクセレントヘビーウェイトって材質的になんか少し磁力に惹かれてるような感じがするな。でもパカンってついたりはしないですね、はい、どうでしょう。なかなかね、握り心地やっぱワルサーも独特ですね。いくつもいくつもね、銃の種類ってありますけれども、それぞれですね握り心地はね。ルガーなんか癖になりますし、 P38 も癖になるし、ガバはもうなんか体に染み付いてる感じがしますしね。そこら辺行くとこれどういう感じで握りって、まあ、やっぱデザイナーの一番面白みのあるところかもしれないですね。マンマシンでね、一番触れるね部分ですからね。人間工学的にどういうセンスをその設計者が持っているかとか、知識を持っているかとかね、そういうのの総合力がこの握り心地っていうのは出るかもしれませんね。さっき失敗したのが最初の一発が上に上がってなかった。これで下がっちゃうのかな。あ、下がっちゃうんですね。何で下げちゃうんだろう。パシャッとね入りました。おー、スムーズ。また下がってますね。っていうかマガジンの調子が悪いって感じかな。珍しいですねこういうのもね。あ、だんだん良くなってきましたね。ごめんね、マガジン全然触ってね、メンテもしてやってないから、フォロワー、あ、この中にね、オイルがないのかもしれないですね。はい。ただね、装填廃墟うまくいったのはね、すごく嬉しかったなというふうに思います。基本的に、この疑似ショートリコイルのメカに関しては、以前ね、バレルの短いやつ、ショートバレルモデルの時にじっくりとね、ご紹介してありますんでね、そのあたり見ていただければなというふうに思います。どうでしょう、どうでしょう。最後にね、ちょっと重さだけ一応、エクセレントヘビーウェイトっていうぐらいですから、エクセレントの重さになってるかどうか見てみましょう。ホールドオープンのままで測ってあげよう。パッて、エクセレントヘビーウェイトといってもね、モデルガンですからね、まあそれでも 600g っていうと、通常このまあ、樹脂でできているモデルですと400から500ぐらいのやっぱちょっと重くはなってますよね。ただドガンと重いよっていうものではないということです。はい、
もう本当にね、今となっては貴重なモデルなんで、このまま大事に保管していこうと思うんですけれどもね。ワルサーはね、他に中古入手したもの、新品購入した初期の一番初期のね、プラグファイヤーカートリッジのやつもそのうち出てくると思いますけれども、その後、オークションなんかでね、買ったやつがね、箱なしがいっぱいありますんでね、その辺もじゅんぐりご紹介しながら、ちょっとどっかでやっぱ打ってみたいですよね、この古めかしいね。まあサイドハッカーと言われてますけれども、別にサイドでも何でも構わない、トラブルがあったって構わないんでね。やっぱりこの P38 を打った時のね、独特のフィーリングですよね。やっぱりガバとはまた違うみたいなね、ルガーとももちろん違うぞみたいなね、近代オートとはさらに違うよみたいなのをね、味わってみたいななんていうことをね、今ふとね思っております。はい、ということで、今回の懐かしいガンはマルシン工業のモデルガン、ワルサー P38 ミリタリーモデルのエクセレントヘビーウェイト、ご紹介させていただきました。ではまた。